電子制御のサスペンションの足回りの説明の時にスコートリング、加速をするとお尻を下げる格好になりますね。それを防ぐのもやっていると私申し上げましたが、これはやっていないそうであります。それから冷蔵庫は冷やすだけではありませんで、製氷能力を持っておりました。燃費をご報告いたしますと、この車の運輸省の審査値の天モード燃費は1リッター当たり 7.7 キロでありますが、我々が VTR ロケに使って乗った燃費は 7.9 キロで天モード燃費を上回りました。ですからある条件で使うと燃費ってのはいいものなんですね。もっと大事に乗ればもっと良かったかもしれませんね。一度記録を作ってみたかったと思いました。それから我々が乗ったのはディーゼルエンジンではございませんで、ガソリンエンジンでした。ディーゼルエンジンがお借りできなかったので、残念なことをいたしました。騒音は、透明で時速100キロの時に計測いたしまして、音圧は70フォンでありました。静かな方だと思います。それじゃあもう一度ここでコマーシャルを挟ませていただきます。一つよろしくお願いいたします。いつも通り大変ぶしつけでズケズケした番組でございますが、この実車を見ながらですね、はい、でどんなところが改良点だったかもう一度ご説明いただけますか。わかりました。最初に外観面でございますけれども、はい、特にフロントとリアにつきまして、はい、イメージの一新を図るという意気込みでやってまいりました。なるほど。上から説明いたしますと、はい、まずウィンドシールドの大きさを変えております。これは専門用語で言うと、ウィンドシールドと言います。我々の言葉で言うとフロントガラス。そのフロントガラスの加担を広げまして、はい、さらに、これを接着化しております。以前からゴムで挟むんじゃなくて、これをノリで貼る、はい、これは技術的な難しいものなんですよ ね。でもずれて貼れちゃうともう剥がせないっていうね。はい、雨漏れなんかでは大変、いいものでございます。そうですね。フラッシュサーフェスカーを使って、フラッシュサーフェスっていうのはこうツル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 と、言葉ではこの言葉嫌いな方もいらっしゃいますよね。はい。それからでございますが、このパネル、フロントパネル、はい、それからフロントサイドパネル、はい、この辺りも一新いたしておりまして。あ、そうですか。新しいムードを醸し出してそうですか。こう反りが大きくなったとかいったってことですか。平面ダウンとついておりますが、この平面ダウンで大きくなってます。はいはい。それからセンターガーニッシュ、これは従来塗装品でございましたが、これ、はい、ここのところ、そうです。これセンターガーニッシュ、難しく言うと、はいはい、顔つきのところですね。そうです。はい。アクリル製のものを使ってます。あ、これなんかアンドンみたいに見えますが、いろいろ電気なんかつけてみたんですが、こういうところは何もつかないんですね。これはつきません。はい。なんか棒と明るくついたりなんかすると面白かったかもしれませんけども、これは法律上ダメですか。ちょっと難しいかもしれませんね。銅22と3と以上の点灯を禁ずるというのがありますね。はい、それとヘッドライトでございますけど、はい、従来角型4灯式使っておりましたが、ここで、はいはい、でこれを異形4灯と言っておりますが、はい、やはり4灯式は4灯でございますが、異形というのは形のおかしいとか違ったという異形ですね。定型じゃない異形ということで、はい、もうこの頃こういうのは定型になりましたからね。はい。でレンズは一応二重レンズで、ちょっと凝った処理をしております。これは二重レンズにするとどういういいことがございますか。見栄えそうですか、ね、でここはい、高級感というところを一応、はい、あとバンパーも今回一新をいたしまして、フォグランプも以前ここにございまして こちらに、はい、重い込み重所変更をいたします。重所変更、はい。フロント周りはだいたいこんなところです、ね。あ、そうですか、はい。それからあとは外側ではお聞かせいただくことはございますか。そうですね。サイドに回りますと、はい、フロントドアでございますが、はい、フロントドアにつきましては、フロントの衣装との絡みで、はい、少しこの辺を変えております。あ、そうですか、はい、あ、気がつきませんでした。はい、それと今回、ドアミラー、はい、電動ミラーを採用。今までそれじゃあったんでしたっけ。はい、大型のカリフォルニアミラーってね、バカってないやつ。そうです。そうでした、うん。それからですね、ガラス、最後のガラス、これを、はい、1枚の大きなガラス。はい、その代わり上がったり下がったりしたんですか。ね、今まではこういうスライドでございました。あ、引き違えどうで、はい、はい。で、これは外からの見栄えと、中に座った時の
なんて言いますか、はい、そのデビジョンバーがこう、この辺りにあるとやっぱり走らなきゃいけないから、はい、あまり気分が良くないもんですから、皇后様なんかこういう格好のところからちょっとこう、ちょっとだったとかよくニュースに映りますよね。あ、そうですね。それからですね、あのマスターエースでございますけど、これ大型サイドガーニッシュって言っても自社のガーニッシュをここからここまで合わせてやりまして、はい、まあ、あのこれは別物ではなくて、合成樹脂製、はいはい、で、まあ、あのプロテクションモールのモールの役目と隣のドアが開いて、隣の車のドアが開いてドアになって叩いても傷にならないです、はい、それと、まあ、あのチッピングに対して強い、あの石跳ねなんかとか、チッピングっていうのは車輪が跳ねた石がこう当たって傷をつけちゃうという、ね、または隣の車がね、チップするっていうやつね、はいはい、そういう防止を当たっております。なるほど、はい、はい、そんなところでございましょうか。そうですね、まあ、リアもだいぶ変えておりますが、はい、あ、デザインを変えたということですね。そうですね、はい、わかりました。それで、この変わってですね、実はそのディーゼルエンジンの車に乗りたかったんですが、ディーゼルエンジンの車が売り切れでございましてね、借りられなかったんですが、内装ではどうでございますか。はい、内装ではですね、はい、まずこれを開けましょう。まあ、ケーキ版を一新いたしました。これはデザイン的なことばかりではなくて、まあ、人間工学的といいますか、リーチをいろいろ改善いたしました。要するに届くところにボタンがあるとか、はい、こう触りたいものが触りたいところにあるとか、はい、そういうことでしょうかね、はいはい、それとあとスイッチ類でございますが、だいぶ大きなものを使いまして使いやすくしました。 そうですね、それと、まあ、夜間照明でございます、はい、これも入れまして随分使い勝手が良くなったというふうに思います。なるほど、はい、鉱石の方はどうですか。鉱石につきましては、はい、まあ、あのシートはあのデザイン的に、まあ、一新しております。これも一応外形にマッチした形ということで、まあ、我々豊かな綿構成を作ろうというスローガンでやってまいりましたけど、はい、そういう狙いでやってきました、はい、で、まあ、シートもレイアウトは変わっておりませんけれども、形状が、あの形状ですね、形が変わっております、はい、それとシートファブリック、先ほど申し上げましたように、シートの上貼ってあるこの生地、生地でございます、はい、これはあのフッ素樹脂加工といいまして、それをやっておりますので、はい、水分を吸い込みにくい、水玉を弾くような撥水性の加工をしております。チョコレートなんかどうですか。チョコレートもだいぶいいですね。だいぶいいですか、ラムとかそれからコーヒー、このあたりは随分、違います。なるほど、はい、それじゃあお客さんからそういうのがくっついて困るっていう話がたくさんあったわけですね。まあそういう声は直接入ってはいきませんけど。なるほど、はい、それじゃあ今度こちらが伺う番なんでございますけれども、はい、このタイプの車の四輪駆動にですね、はい、なぜパートタイムの四輪駆動になさいましたか。例えばトヨタの車でもこの頃はフルタイムの四輪駆動車が多くなりましたでしょ、はい、であの方が操作が簡単で、しかも四輪駆動ってあんまり意識しないで済みますね。でこれはまだパートタイムですから、あのタイトコーナーブレーキングといいますか、ハンドルをいっぱいに切ったときに、こんにちもさっちもいかないような感じになりますでしょ、はい、でこれ外そうと思うと、またなかなか外れないことがある。でこれはどうしてこのままお続けになることになったんですか。まあ、そうでございますね、まあパートタイムの車の場合は、はい、必要な時に入れていただくというのはやはり原則だと思います。普段はいらないじゃないかと、はい、普段はいらないから後ろの二輪で走ってやと。そうですね、で、まあ、雪道とか滑りやすい路面でしたら、はい、そういうタイトコーナーブレーキング現象も出ませんし、滑っちゃうから、はいはい、ということですが、まあ、あの 4x4 につきましてはそのフルタイムがやっぱりいい性格を持っております、性能を持っておりますので、はい、まあ、将来的にはこういう車もきっとそういう方向に向かっていくのではないかというふうに考えています。ああ、そうですか。じゃあ上田さん個人としてはこの車を当分担当するんなら、この次にやるときにはフルタイムでやってやろうかなというふうには思ってます。気持ちはありますが、まだはっきり決めたわけでございます。まあ、あのいろいろそのお金の問題とかございますので、まあ、いろいろな条件を勘案して。そうですか。仕掛け見てみますとね、はい、しかしこのパートタイムもあんまり安くできませんでしょう。でフルタイムだって大量生産すれば、はい、パートタイムで安くできる可能性があるんじゃございませんか。そうですね、まあ、そのあたりこれから一生懸命考えていきたいと思います。そうですか。なんとなくトヨタはあのビスカスカップリングを使う、4WD についてはこう疑問視しているようなところあります。さあどうでしょうか。まあそう問題ないんじゃないでしょうか。あ、そうですか。不動系の専門家じゃない
ですね。それからこの手の車でですね、その一番困るのは、あ、岸子さんなんか、そこで対策してますね。ちょっとあなた前の席へ乗ってみてください。こちらのドアから乗ってみてください。あなたはタレントですからお席がいいんですが、正直なところどうですか？の乗り込みやすいですか？乗り込みにくいですか？正直言いますと、スカートですからということもありますけれども、はい、ちょうどこれはあのタイヤの真上ですから、どうしてもその前に行かなくちゃいけませんから、だからそれからこう斜めに入るというのは乗りにくいです。ああ、そうですか。じゃあ、はい、降りてください。はい。なるほどね。というふうなことはもう上田さんの方は重々ご存知なんですが、なぜこの乗降性は何とかなりませんですか？まあ、あのこういう車の構成は大きく分けて2通りございまして、はい、1つはこの手のフルキャブオーバータイプと言っております、はい、それと、まあ、タイヤを前に持っていったタイプ、特にアメリカあたりでは全盛なんですが、はい、セミキャブオーバータイプと言っております、はいはい、ここにちょっとエンジンがついてですね、はい、でまあ、それぞれ長所ございまして、はい、特にこのタイプはやはりあの限られた寸法の中で最大の室内容積を取る、これがもう最大のメリットです、うん、でやはりセミキャブタイプにしますと、この手の車 の, そのセールスポイントはかなり失われてしまうということでございます。そうですか。上田さんね、スイスへ行きますと郵便車がございまして、はい、その郵便車はこのドアもあるんですが、もう一つこっから入れるドアがあるんですね。ああ、こっち側からこうバンパーをステップにして乗り込める。で、あれとてもいいアイデアだと思うんですが、それはスイス の, あの郵便を集配する人がポストからこう取った郵便物をですね、道路側から入ろうとして、事故で随分怪我をなさった方、亡くなった方がいらっしゃる。そこでアイデアでこの前を開けるようにして、ここから乗るようにしたという話を私、4、5年前に取材に行って聞きましたが、そういうのいかがですかね。ただ、それの欠点はですね、この綺麗なフラッシュサーフェイスのフロントスクリーンが得られないんですね。ここにどうしても柱が入ってしまいますから。でも乗り込みやすさと安全性からいくと、それいいんじゃないかと思うんですが。そうですね、そういう特化したものを考える場合はきっといいかと思いますが、特化ね、特別な人のためのもの、はい、まあ、一般的に、まあ、衝突安全等を考えますと一概にいいかどうかというのが疑問かなと思います。意外な言い訳あると思うんですね。この車はこっち側から乗るだけで、左側は行ってますが、はい、右側にドアはございませんね、はい、後席に入るドアが、はい、これはなぜですか？特に意識しているわけではございませんが、まあ、やはりあの車道側になりますんで、やはりあの人間は歩道側から乗るのは普通じゃないかと。それとあのこういうスイングのドアでありますと、そのすれ違いする車が見て分かる状況にあります、うん、これだといきなり中から子供がバーンって飛び出すと、はい、そういうこともあるのではないかという気がします。ああ、なるほど。ああ、そうですか。使い勝手からすると両方にあった方がいいんじゃないかなというふうに思うところもありますけれどもね、はい、で将来上田さんね、はい、この手の車、これはまあ初めの電話トラックでございましたからね、トラックに人間がたくさん乗れるようにしたもんで、もうずいぶん前ですが、お宅の森谷さんっていう常務になられた、他の会社へおいでになった方、あの方が一番先に手がけたんだと思いますけれども、なかなか形は面白いし、機能はたくさんありますね。将来はどんなものになるでしょう。相変わらずこの背が高くて車輪の上に乗って、そして前の席が乗りにくいまんまなんでありましょうか。そうですね、まあ、理想を言いますと、先ほど申し上げたそのスペース効率、これは絶対捨てちゃいけないその属性だと思います。でかつそれを置いといて、その乗降性なり、または操縦性、安定性ですか、そういうものが加わっていくといい車になるんじゃないかと思いますね。上田さんなんか頭が良さそうなんだから、もう少し違う着物ですね、もう少しこう乗り降りのしやすそうなものを作ってくださいな。